った。大変なのでございます。それはさっきも聞いたわ。落ち着いてよ千鳥。それにイネーネは何なの？とにかくこちらをご覧ください。やあネガボットの諸君、ごきげんよう。嬉しい知らせだよ。会社を占拠していたテロリストの脅威は去った。で、今日から僕がここの支配者だ。はあ？あなた何やってるのよ。どこにいるの？おそらくそこは極秘施設ラボエリアでございます。風間、どういうことよ。裏切ると容赦はしないって言ったでしょ。裏切りなんかじゃないさ。ここからはもう任務なんて関係ないんだからね。まあ見てみ、これこそこのパラレル世界を生み出した装置、世界再演エンジンだよ。君は演劇を見るから。パラレル世界？は何それ、マジでいきなり何を言ってるの？まあ聞いてくれたまえ。例えるなら演劇のキャストシャッフル再公演さ。キャストシャッフルっていうのは演者の役柄を入れ替えるお遊びみたいなもんだね。で、このネガボット乗っ取り事件がその演目になってるってわけさ。その演者は我々で、役を入れ替え、このネガボット乗っ取り事件を再演した。それがこの世界再演エンジンの不思議な力、パラレル世界を生み出すってことだ。参ったわね風間。人のこと散々ガン決まりっていじっときながら、目的は一体何なの？そうだ、こういうこと言うのは本来あまり良くないんだ。このアメリア編ってさ、明らかに君が主役の世界だよね。え？なんでそこはこの風間じゃないんだよ、クソッタレが。何何、どういうこと？ということで、今度は僕の活躍する風間編を作る。それこそ僕のビクトリアだ。やめろ、絶対にエンジンを起動するな。ん？キン、え、あれ、ちょっと、その装置から離れろ。お前自らこのパラレル世界を繰り返すつもりか？おい、ちょっと、君こそエンジンを壊すつもりか？やめたまえよ、せっかくの僕の舞台を。させるか。うわっ。わ、二人とも大丈夫？ちょっとこれ本当にどうなってるのよ。意味がわからなすぎる。どうすればいいの？いねえね。あなた、え、なんでこっちにもあっちにもいるの？うむ、私の見解は後にしよう。おいおいおい、これから一体どうなっちまうんだよ。全て終わったと思ったらパラレルだなんてややこしい話になってるな。なんだこれ。あなたたち、今ただでさえ忙しいのに勝手にうろうろしないでよ。焦る、怒られてやんの。うろちょろするなよな。お前もだよ。とにかくアメリアさん、風間のやつを止めないとまずそうですね。ん？っていうか、あなたたちなんか雰囲気が変わったような。どうやら二人とも元の人格に戻ったようだね。先ほどのエンジンへの攻撃の影響かな。もしくはここからはもう台本がないということか。っていうか博士はなんで二人いんの？もしかして増殖バグ？触れちゃいけないやつでした？ああ、それもよくわからないな。おそらく増殖バグだろう。やっぱり。皆様申し訳ございません。すべてはあのラボエリアの存在を己の保身のために黙っていた私のせいでございます。とにかくグズグズしてられませんね。至急そのラボエリアへ案内してください。待ってよアサルト。当然私も行くに決まってるじゃない。共同戦線と行こうじゃない。あ、はい、あ、どうもよろしくお願いしますアメリアさん。おお、やったぜ。今度こそチーム結成なんだよ。
この貨物エレベーターが地下に繋がってたのか。はい、特別なキーが必要だったのですが、いつの間にか風間様に盗まれてしまっていたようです。あいつまさか最初からこのつもりで。確か彼は CIA のエージェントだったな。とすれば資料を漁って世界再エンジンの情報を事前に得ていたかもしれないね。風間はいつも人のものパクるんだよ。それよりラボエリアの警備は表のエリアの日ではない。激しい戦いになるだろうから準備の方は入念にしておいた方がいい。私たち女子供ばかりなんだから頼りにするわよ、アサルト。よっ、大黒柱。いや、しかしなんかこの場の全員僕より強い気がしますが。オッケー、本当に本当の最終ミッション開始ね。世界各地から集められた原理不明の不思議物体だね。一部はすでに製品への転用に成功したものもあるのだよ。ちょっと待って、あれは昔某国の革命でぶっ壊されたはずの有名な彫像じゃない。一人でに動く彫像は珍しくない部類だね。その破壊されたというのは偽物だろう。合法で手に入れるには難しいものも多い。何言ってるの？イネーヌはなんでそんなことも知ってるのよ。さっきからヤバい事実がどんどん出てきてますが、僕らは生きて帰れるのか。もうすでにおしまいです。皆様にラボエリアを見られてしまって、私はもう頭がおかしくなってしまいそうです。皆様に今すぐお亡くなりになっていただきたい半分、お世話になったご恩もございますし。じゃあとりあえず今は見てないふりしよっか。お亡くなりとか言われるの怖いし。
私のことも全て後で話してやる。今アメリアさん、ようこそ。またお越しください。
その先がおそらく風間様たちのいらっしゃるところでございます。こっちはいつでも突入できるわよ。どうするの、ミスターアサルト。トイレ行った？ごめんけど、カノはちょっと行きたいんだよ。一刻を争う事態かもしれないんだぞ。何を悠長なことを抜かしてるんだお前は。しかし大事な場面で催されては集中を欠くばかりか、いまいち締まらないことになりはしませんでしょうか。行くなら早く行けばいいだろう。だが、できるだけ急ぐのだぞ。ウェーイ、ちょっと待っててね。千鳥さん、お手洗いはどちらですか。おい、お前も行きたいんじゃん。すでに閉まるも何もないわね。ゆるゆるでございますね。すいません、戻ったらすぐに突入しますので。これが世界最遠エンジンか。でけえ。あ、風間大丈夫？そいつは頭を打って気絶した。あまり動かさない方がいい。いねえね、あなたも大丈夫なの？風間を追って少々無茶をしてしまった。うまく腕が上がらん。だから代わりに頼む。あの世界再現エンジンを君たちで止めてくれないか。ええ、任せなさい。助けてあげるって約束でしょ。では一斉に行きますか。最大攻撃を叩き込めば多分いけるでしょう。残念だが、世界再現エンジンの破壊はこの私が許さないと言ったらどうするね。ん？いきなり何を言い出すの？もう一人のイネーネ。そうなんだよ、バグって二人に増えたくせに、どっちもが喋るとややこしいんだよ。アメリア、聞け。私が言うとまたややこしいが、あいつはお前が知っている私じゃない、別人格だ。え？何？どっちを撃てばいいの？しょうがない、これでどうだ。おお、いつもの格好に戻った。あなた誰？イネーネじゃないの？私はヨネダイネーネ博士だ。そこのエージェントイネーネとはコピー人格という関係かな。なんだと？この世界再現エンジンは私が起動したのだ。そして私は観客となり、この世界の全てを見通せる意識体となった。この便利な体のおかげで君たちと話せているがな。そして一方で私自身にも役が与えられ、この再現世界に放り込まれたようだ。それがそこのエージェントの黒服を着た私というわけだ。君はかなり焦っていたようだね。その気持ちわからなくもないぞ。お前、何がわからなくもないだ。ふざけるな。私は観測者となるはずだったんだ。何か手違いだと思っていた。アサル、話の意味わかる？いいから、何やら重要な話だ、集中して聞いとけ。怒んなよ。白い方のイネーネ、意味わかんないことばかり言って人をからかうのもいい加減にしなさいよ。いいや、私は真面目に言ってるよアメリア。僕らを観察して楽しむのが目的ですか？そしてこの先もまだ再演を繰り返すと。そうだ、この先も少しばかり私の興味に付き合ってもらう。世界再演エンジンの全てが解明できるまでな。ああ、もうややこしい。どんなにごねようがその装置は破壊させてもらうわ。給料も出ないんじゃやってられない。サラリーマンをなめるなってものですよ。そうだそうだ、一人に勝てると思ってんのか。いいや、私をここにエスコートしてきた時点でお前たちにもう勝ち目はない。そうだろ、オッサージョーカー。なんじゃこいつ。メガボットはまだこんなのを隠し持っていたの？これが私の真の切り札。残念ながら全部エアが消化しない。その分確実に手伝いでお待ちとする。うわ、こいつ倒すのめっちゃ大変そう。アサル大丈夫？やるしかないだろ。
帰ったらこいつのことも成果報告書に加えてやる。いい覚悟ね、アサルト。そういうのはビビっちゃ負けよ。私たちの底力見せてやろうじゃない。なかなか楽しませてくれるじゃない。けど相手が悪かったわね。こっちはとっくに就業時間外だ。インタレモードだ。私が満足するまでお前たちにはショーを続けてもらう。まずい、とうとう発動させてしまったか。どういうことなの、黒いお姉さん。あれはロボット道徳のリミッターを解除し、人を殺めることに全力を傾けるモード。攻撃を受け流す達人でもいない限り致命傷は必至だ。おいおい、どうしようよアサル。攻撃を受け流す達人でもいない限り勝てないよ。そんな、殺される。ふん、そんなことでは困りますね。仮にもミスターショータイム様の後継者候補ともあろうもの。ミスターショータイム様を差し置いて世界は大変なし、愚か。このような愚行ミスミス見逃すような私ではありません。尾藤アサル、そして CIA のお方、とどめはお任せしますのでどうぞ、とミスターショータイム様はおっしゃっております。今こそグランドマスターの力お見せください。わかりました、ありがとうございます。やるじゃない千鳥、あとは任せなさい。さっきの攻撃でジョーカーのアームユニットが外れた。だったらどうなるの。バランサーが機能しない、踏ん張りが効かなくなる。おお、めっちゃくちゃ当たる。頑張れ。皆さん、合わせますよ。はい、わかったわ。決まったー、やったやった、このたちの勝ちなんだよ。ねえ博士、今どんな気持ち。ねえねえ、バカな、ジョー君が倒されるなんてありえない。いや、私が思うに、ここは世界再現エンジンの舞台上だ。エンターテインメントの法則にのっとっていると考えれば、ノリと勢いが勝敗を分けてもおかしくはない。そっか、まさか、そんな法則が。早く帰りたいという思いの強さですね。ヒーローが勝つに決まってるじゃない。伊達に主役っぽい格好してないわ。ちょっとちょっと、これで彼女たちどうなんだ。私に聞くな。都合よく全てを巻き戻るのか、それとも消滅するのか、おかげさまで分からずじまいでね。ちょっと待って、何か様子が変だぞ。ん？なんだ？何かが降りてきている。
あれは大きなカーテンみたいだが、どうやらこれにて舞台は閉幕のようですね、とミスターショータイム様はおっしゃっております。サイエン世界が終わるようだが、我々はどうなってしまうのか。そんなのないよ。また何か変わっちゃうの。カノコはどんな世界でもカノコだろう。じゃあそれは今度犬ね。犬、人間の姿のまま犬。しょうがないからカノがお散歩連れて行ってあげるね。わけがわからない。この場面ですべき話かよ。嘘嘘。お疲れアサル。よくやったよ。次の世界でもよろしくな。死んでもお断りするよ。僕は君なんかとは縁もゆかりもないようなまともな企業スパイに戻りたいよ。ならエンジンにそう祈ることじゃな。風間、起きなさい。なんだかんだ事態は収まったわ。そうなるね。僕を殴るなら好きにどうぞ。それにどうやらこのサイエン世界はカーテンコールを迎えちゃったようだからね。いいわ、今は殴らないでおいてあげる。あなたにはいろいろと勉強させてもらったしね。ほう、それはいい心がけだね。この風間と組んでようやくスパイの何たるかをちょっぴり学習できたというわけか。ええ、そうよ。あなたを今殴ってもしょうがない。だから次の世界の風間に罰を与えようと思ってるの。おいおい、なんじゃそりゃ。そりゃ反則だ。ヘイアサルト、あ、協力に感謝よ。短い間だったけど我々は最強のチームだったわ。いや、それほどでも。よかったらこれからも組んでみるってどう？ CIA はジャパソの工作員も随時募集中よ。おい、アサルはずっとカノと組むって約束なんだよ。横取りしたらダメなんだよ。あなたたち、なるほど。これは失礼。あの、ちょっと待ってください。ミスターショータイム様も大変ご満足の様子ですね。それでは皆様ごきげんよう。尾藤君だろ。どうやらお仕事は一段落ついたってところかな。君か。どこで番号を知ったか知らないが、いたずら電話はやめろ。そうかい。ところでニュースの方は気に入ってくれたかな。はあ？ネガボットは君が取り戻したようなものじゃないか。だから善良な市民を代表して君の活躍をマスコミに伝えてやったよ。お前それは復讐のつもりか。せこすぎるだろこの野郎。おっと、ちょっとは喜んでくれたようで何よりだ。はっはっは。それじゃあアディオス、ルーザー君。よしと、悪く思わないでくれよ。とにかく最後にかっさらったものが勝者なのさ。あとはゆっくりとこいつを拝見するとしよう。それが
僕のビクトリアだ。え、何？嘘！落ち着きたまえよ。話し合おうじゃないか。うるせえ！このまま逃げおせると思ったの？あんたへのお仕置きはまだ済んじゃいないじゃない。メガボットのラボから盗んだのをよこしなさい。わかったから頼む。家具を蹴るのやめろ。そうはいきませんね。あ、おい、どこから？あなたが手にしているのは世界再エンエンジンの解析データ。それをどうするおつもりでしょう。ミスターショータイム様を差し置いてマスターピースを扱うことは許されません。ちょっと、テロリストが何を抜かしてるの？あなたたちに貴重なオブジェクトを渡すわけにはいかないじゃない。ほう、マメリカの犬がグランドマスターに盾つこうというのですか。では約束通りここで戦って差し上げましょう。君たち、ちょっと、さっきから人のベッドやらテーブルを踏んでるんだよ。分かってるのか。よう、風間、いい部屋に住んでるんだな。テレビでかー。パンチしていい？いいぞ。おい、君、テレビに触るな。結局尾藤君までなぜここに？自分の持ち物は GPS で追跡できるようになっててね。いつだったか誰かさんに貸したデータメモリを追いかけてきたというわけだ。そういうこと。さてどうする、一流スパイさんよ。もう勘弁してくれよ君たち。ここは僕の部屋だって言ってるだろうが。あ、データメモリが。拙者忍びの者なり、これにてごめん。忍？誰だよ。忍者？本物の忍者なの？キャー！忍者！あざれー！忍者はこっちに行ったんだよ。おのれ、僕から逃げられるとでも？メモリを返せ。ミスターショータイム様、ちょうど冷蔵庫になかなかのワインが冷やしてございましたので、どうぞ。どうぞじゃねえよ、それも僕のだろうが。こんなやつらなんて、スパイなんてもうゴリゴリだい。おい、アサル、忍者どう？捕まえた？いや、見失った。残念だがこれ以上は追えないな。バカじゃん。カノー楽しみにしてたんだよ。それはごめん。まあどんまいだね。忍者だし、多分メモリの使い方とかわかんないよきっと。だといいな。しかし裏社会っていうのはどうも僕が思ってるよりも広くて深いようだ。それなりに経験を積んだはずだが、まだまだということか。ボスが君と無理やりに組ませたのはそのことに気づかせるためだったのかもしれない。お、どうしたの急に。うん、だからカノコ、お前に仕事を教えてやる。え、マジっすか。ああ、どうせ君とはこれからも共存していかなきゃだからな。あの夢から覚めて僕も現実を受け入れることにした。君を鍛えて僕も強くなる。それが最も建設的なソリューションだよ。うわー、やったー。いよいよスーパーグラマラス女スパイの誕生なんだよ。お願いします先生。いや、師匠。おいおい、はしゃぐなよ小娘が。僕の教えはそう甘かないぞ。インストールするだけじゃん。楽しそうじゃない。あ、アメリアさん、これからみんなで楽しむわよ。ヒェー、あなたたちも来てって、ミスターショータイムが言ってるわ。あ、ミスターショータイム、どういう集まりなんです？そりゃみんなで生還記念パーティーよ。あなたたちがいなきゃ始まらないじゃない。わーい、行こうよ行こうよ。どこでやるんですか？風間の家よ。あいつ高そうなワインとかいっぱい持ってやがったみたい。もう千鳥が準備を始めてくれてるわ。なるほど、今度はあいつの家が乗っ取られたってわけだ。かわいそうでもないか。よーし、風間の家までダッシュで行くんだよ。お、やろうっての？そんなの絶対負けないじゃない。アサル遅いんだよ。お
ークロック。